と作家賞北海道ソムリエの鎌田隆史です。おばんです。聞き酒師秋きびんこと私小橋あきでございます。 HBC ラジオ毎週金曜日のこの時間は親瓶秋のエゾマリアージュ、日本酒のスペシャリストであり北海道産のお酒に精通している親瓶とその弟子の私がお酒を通して北海道の人や文化などを楽しくお伝えしていく30分ですが、はい、親瓶もうちょっとですね。そうです、今日3月24日でしょ。そうだよ。明日、明後日、うん、明後日からね、英国に行くね。イギリス。ロンドン、ロンドン、ロンドンですよ。愉快だな。楽しいよ。いやー、ちょっと久しぶりなんじゃない、ロンドン。そうですね、去年の秋、うん、ロンドン自体はね、もう20年以上ちょっとご無沙汰してるので、はい、今回は、29日に酒の会があるので、うん、それに顔を出しつつ、うん、もうソールドアウトっていう連絡が来ましたんでね。すごい、またこう、うん、ロンドンの皆さんに、してちょっとね、名所旧跡の変化を見てきます。あ、かつてね、そうだ、住んでたんだもんね。そう、89年90年と住んでましたよ。はい、ボンドストリート界隈で働いてましたね。うん、だからロンドン今すごく食の文化も変わってきたし、うん、いろんなこう変化があるっていうのは僕情報としてはいっぱい入ってきてるんですよ。はい、あと行くべき酒屋さんっていうのも聞いてるので。もう選んでんの？行ってきます。ちょっとそしたらまた帰ってきたらいろんなお土産話、そうです ね、はい、楽しみにしてますよ。はい、さあ今日は、いやいや、今日も素敵なゲストをお迎えして、この後30分エゾマリアージュお付き合いくださいね。親瓶秋のエゾマリアージュ、この番組はイオン北海道の提供でお送りします。イオン春の大感謝祭、今日24日から28日まで開催。婦人、紳士、子どもの医療品、暮らしに役立つアイテムが厳選特価で。またファイターズ開幕応援キャンペーンも実施しております。お近くのイオン、イオンスーパーセンターのお店へ。エゾマリアージュ、 HBC ラジオ親瓶秋のエゾマリアージュ、親瓶こと鎌田隆史さんと私小橋明でお送りしています。それではですね、今週ももう素晴らしいゲストをね、はい、先週に引き続き改めてお迎えしましょう。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。おばんです。いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました。先週に引き続きましてですね、オーストラリアのサケメイトという、はい、こう日本酒を啓蒙する団体というか、そういうのを首謀してます、うん、黒川明人さんをお迎えしています。はい、もう先週、はい、いろいろこう詳しいお話聞けて、うん、あーって、まあ、北海道出身でね、室蘭、でね、はい、で帯広とか、まあ、ね、まあ、まあ、点々と、まあ、まあ、大雑把に言うとあちゃこちゃみたいな。いやいや、すごい大雑把ですけど。ね、でもこう、うん、この日本の良さ、北海道道産酒の良さをもっともっと広げていこうってことで、うん、本当にオーストラリアの道産酒というだけじゃなくてね、日本酒全部なんだけど、うん、道産酒っていう、部門ではやっぱりハブになって出ると思いますよ。うん、世界中にね、世界の男山って僕言うでしょ、うん、世界中にやっぱりオーストラリアには男山さんは入ってるんです、うん、それ以外の道産酒っていうのはやっぱりなかなか入ってない、うん、で彼のおかげで先週も言ったけど、国士無双、高砂酒造さんも入るようになったし、これから実はね、ニセコ酒造さん、ね、実はすごい、実は、うん、グリグリ行くんですよ。これはいつ頃オーストラリアで飲まれるの？いや、話し合い次第だ。じゃあ今これね、聞いていただいているリスナーの皆さんは、うん、まさにこの過渡期を聞いてるわけでしょ。ニセコ酒造さん、水口渡る当時、はあ、実はお姉さんってニュージーランドにいるんです、今住んでるんですよ。
で、まあ、いろんな意味で僕は、ニセコとオーストラリアのそのつながりって大きいじゃないですか。架け橋だね。すっごいニセコ行ってる人多いです。多いですね。そうだね、スキーでもね。知名度も高いし、そういう意味ではもうワクワクするような実はプロジェクト組んでるんですよ。だからワクワクするような酒用意しました。いやー、じゃあ儀式行きましょう今日は。これは国丸さんのですね、大吟醸。イエーイ。せっかくオーストラリアから来てたら、はい、まあ、このぐらい用意してもいいでしょう。いや、行きましょう黒川さん。下世話の話ですけど、これ4、5瓶ですけど4174円。オーストラリアでいくらになるか後で聞きましょう。白いこのパッケージが美しいわ。音がまたこれね。どうぞ、あのラジオの前の皆さんもいろいろ何かしら用意していて、ね、一緒に乾杯しましょうね。こんだけあればいい？こんだけあればもうちょっと入れてもらっていいですかね。はい、これさ、ワイングラスのさ、もう上、もうこれ、あきさくん、やばいよね。やばいですね。やばいですね。大吟醸こんな飲み方しないの。サイダーみたいに飲むから。センサーに入れる水ですよね。国丸の大吟醸です。国丸さんの中では本当にもう最高峰ですね。まず乾杯しましょう。はい、乾杯。日本北海道産でね、ずらっと並んでます。白いラベルに金の、こう文字がしつらえてありますね。あ、これ香り、うわ、香りいいですね。いいね、香りだこれ。どれどれどれ、うわ、君は、これこんなガブガブ飲んでいいのかっていうね。これ幸せですね。質のやつだな。綺麗だね。って言いながら、もっと飲んでいい？これうまいでしょ。うまいですね。こう秋田くん今こうオーストラリアに行って、メルボルンって人口増えてる国なんです。日本って減ってるじゃないですか。メルボルン増えてるんだけど、その海外から移住する人たちももちろん多いんだけど、でも自国で子供たち産むのも多いんだよね。多いですね。あれ、なんじゃこいって聞いたんです。いや、これなんでって聞いたら、一人より二人、二人より三人、三人より五人産むと、国からの補助がすごいんだよ。すごいんですよ。すごいんだよ。そうなんですよ。どのぐらいあんの？いや、聞く？いや、でも、日本国民としてはちょっと聞いとくと衝撃だよね。言っちゃいますか？言ってください。言って構わないですか？言って構わないですよ。じゃあ、うちの黒川家の例えで言いますか？例えで。うちで、まあ、その政府の、あの補助のそういう組織があるんですけど、そこがその職業、仕事がない人とか、子供がいる人とか、こういう補助があるんですね。でその年もちろん年収に応じて支払われるお金は違うんですけど、うちの場合で、今子供3人いて、嫁も働いてない、それで2週間に1回支払われるんですけど、1ヶ月で、日本円で15万ぐらい。すごい。マジで？ありますね。15万。しかもなんか調整金とか入れるともっと増えたりする。そうなんですよ。で、年間通してこう日本でいう確定申告ですか、それが終わった後に全部またなんかポンってくれるらしい。全部あのね、分かるんですよ、向こうの方で。あの最終的な年収が、でそれ年収が多かったら、あの払いすぎたから返しなさいって言われるんですけど、大体ね、支払われるんですよ。うそ。で、ついこの間もあったんですけど、つい本当にこの間も政府かそういうレターが手紙が来て、あのやったーみたいな、あのもっとね、あなたにあげるお金が少なかったから、もっとあげるって3000ドル供給しますって言って、24万ぐらい、今回の旅費だね。そうですね。すごい。もうそれで旅費出ました。連れてってよ。だからこう、人口の増える国って、やっぱりそういう政策ってすごいなって思ったの。福利厚生がね、しっかりしてたよ。そうですね、福利厚生は本当しっかりしてますね。黒川家は例えば貧乏な家庭ではないと思うんです、だけどもそういう手厚いそういうのがあるからこそ、やっぱ安心してそういうところに取り組めるっていう土壌もあると思う。そうだね、安心して酒の啓蒙もできますよ。そうなんだわ。妊娠してるとこが分かって出かけて、もう向こうで生まれる時にヤッホーって思った部分あるね。そうですね。結局もうその時点では永住権も持ってたので、現地のその病院ですね、一般の病院と、まあ
なんていうんですかね、私立の病院があるんですけど、もちろん私立はねお金かかるんですけど、黒川家は公立で一般の病院で産んだので、1円も払ってないんですよ。あ、そう、全部賄って全部、はい、だから人口増えるためのね、そういうのってのちゃんとしてて、僕はあとねちょっとこれ全然酒とは関係ないんだけど、びっくり仰天が、と黒川家に行ったんです、そしたら黒川家の家の前でセールって書いてて、家売るんですよ、家売るっていう、いわゆる不動産の家が売ってたんです。お家自体をね。でそこいくらぐらいすんのって言ったら、結構ベラボに高いですよって言われたの、これどのくらいって言ったら7、8000万くらいとかって。そうですね、えっつって、これ黒川家その向かいに同じような家に住んでる7、8000万の家に住んでるのって言ったら、そうですって言うんですよ。ところが売るっていう家がね、不動産屋さん返すんじゃなくてオークションなんだってね。そうなんですよ。へえ。買いたい人集まれって日にちあって、買いたい人がいくらいくらいくらっつってその場で、釣り上げてって、はい、ダーンって決まるっていう、そうなの。そうなんですよ。びっくりこいて、もちろんプライベートセールもあるんですけど、もう大体面倒くさいので、もう不動産屋に任せて、もうフォーセールっていう形にして、何日にオークションやりますよと。オークションだからね、はい、でその興味がある人はその日に来て、家の中見ながら、もうまだ荷物があるんですよ、あの部屋の、でズカズカ土足で入って、寝踏みするわけです、寝踏みするんですよ。いや、なんか気の弱い人とか家一生帰らないいや本当ね、なんかやっぱりこう国変わるとそういうのってすごい感じたね。面白い、なんか、そのお酒のこともそうですけど、本当にお国柄全然違うから、それをこう共通のこう握手のね間柄にしていくっていうのが、まあ面白いお仕事ですね。エゾマリアージュ、HBC ラジオ親便秋のエゾマリアージュ、酒匠の鎌田隆さん親便と私小橋秋でお送りしています。続いてはこのコーナー、親分のなるほど酒事故。今週はね、そんなに寄ってないしよ、寄ってないしよ寄ってないしよ、寄ってないしよ、もう2週目といってもね、皆さんがね、とっても納得する内容を話せるじゃないかなと思ってます。あの自信、あるある。何海外の人たちがですね、どんな風にこう日本酒を飲んでたりとかするのかと。飲み方ってでもどうなんだろうね。確かに確かに、うち道産酒場鎌田ってやってるけども、海外の人たち本当にいっぱい来ます。来て飲んでる時にほとんどの人たちはグラスを指定 するんですよ。あ、このグラスで飲みたいって、このグラスで飲みたいっつって、うちあのカウンター座ると正面にわーってグラスあるんですけど、あれで飲ましてくれって言うんですよ、で、あれで飲ましてくれっつって、じゃあつってこれですねっつって出すんだけど、あのじゃあグラスがでかいからいっぱい入るわけじゃないよ、それはあのちゃんと容量決めているわけだから、そうすると、ワインと同じこうなんて言うんだろう、ワイングラスあると一番膨らんだ状態のところのグラスのちょっと手前ぐらいのところで止めるじゃないですか、前に、そうすると飲み方ってまずこうぐるぐるぐるっと回して香りを嗅いでこう聞いて、で、はぁ、はぁっていう感じの全くワインと同じ扱いですね。そしてなんか聞き酒する時の感じと一緒ですね。全く一緒なんですよ、ジャパニーズライスワインっていうね、あ、違うな、発音悪かったな、やってもらった、ジャパニーズライスワインですよね何なの、ジャパニーズライスワインっていう、そういう一番三つ目一番って言いかった鼻で笑うなよごめんなさいごめんなさい、どうぞどうぞ。白ワインや赤ワインとかあるように、ワインと同じようなもう完全に位置づけですね、だから黒川さんとかね、オーストラリアで啓蒙やってる時に、日本酒に合わせるワイングラスは今こういうちょっと、リクエストあるんだけどって言ったら、これとこれとかって言ってグラスもちょっと選定したりとかね、そうですね、アドバイスするんだけども、やっぱりベースはね、ワインというベースで、アドバイスをあげないと、彼ら納得しない。基本がじゃあ黒川さん、そうなんですね。そうですね、もうあのやっぱりオーストラリアはワイン大国なので、ワインと同じような感覚で飲ませないと、やっぱり伸びないと思うんですよね。あ、なるほどね、でヤラバレって言って、一緒にね連れててくれたところ で、ちょっとこれ見渡す限りブドウ畑だけど、どのぐらいワイナリーあるのって言ったら、200以上あるかな、え、ここだけでしょって言ったら、他入れたらとんでもない数あるんですね。あ、そうなんだ。だからベースに
ってなるそのブドウを作った醸造酒と、まあ米をベースにした醸造酒とって、うん、結局ワインなんだよね。そうですね、考え方もそうなんだね、はい、今でこそあのね、サキとかサケとかなりましたけど、本当に僕が学生の頃とか駐在員の時は本当にもうライスワイン、って呼ばれてたんだですから、面白い、そういう意味では世界、オーストラリアだけじゃなくて、世界中やっぱりこうライスワインっていうそういう位置づけだね。それがみんなが最近はサキとかサケになってきたのはすごい進歩だね。そうですね、まあ、そういう意味ではこれからもね、こう日本酒の位置づけっていうのはどんどん拡大していくと思うし、期待したいね。そうですね、黒川ちゃん頼むね。頑張ります。だんだんちゃん付けになってきまして、本日のおやびのなるほどお酒塾でした。エゾマリアージュ、やっぱり日本に来なきゃ飲めないお酒ってあるじゃないですか、生酒とか、やっぱ生酒は無理。無理というか、冷蔵コンテナで持ってきてる、リーファーっていうやつ、リーファーですね、リーファーコンテナで持ってきてるサプライヤーズ業者さんも、たまにはあるんですよ、でもやっぱりリーファーで持ってきたはいいけど、実は管理は、冷蔵庫じゃないよっていうところもあるんですよ、実は。バカーっていう状態ですね。ということは蓋開けたらちょっとあっちゃーみたいな、ね、お客さんのところに持っていくときは当然常温とか味変わってるじゃないですか、がっかりだよ、いや確かにもちろんね、しっかりしてればね、いいんですけど、だから1から10までのその配送手段で 100% できてるかって言ったら、クエスチョンマークなんですよね。本当だ。そしたらもう酒を作った人たちにも申し訳ないし、ね、農家さんたちにも申し訳ないしって。それがやっぱりこうインポーターの大事な役目であり、その判定ができるっていうのも大事だよね。そうですね。僕海外行ったりとかってするときに、自分でハンドキャリーでね持ってくときに、やっぱりリクエスト生持ってこいって言うよね。だって普段飲めないもんね。そう、生酒持ってきてって言われる。そんなセクシーボイスで誰に持ってって。持ってくよ。誰と会話してって。もうそういう意味では海外では飲めるもののその旬って結構違うね、リクエストの部分はね。だからでもありがたいね、やっぱりこう当たり前に口にしてるものがあるのは当たり前じゃないっていうね。そうですね。またこう日本酒のきちっとした管理をしてくれる、インポーターっていうのが世界中でやっぱり大事で、今指里とかでもね、道産酒入っているけども、そこで、2つインポーターの人たちはきちっと管理してくれてるんで、今すごい広がってますよ。そっか、じゃあさ、黒川さんの中で今後ね、ちょっとこう、どういう展開を今頭に描いてるんですか。今後やっぱりそうですね、北海道出身ということもあるんで、やっぱり道産酒をもっと入れたいですよね。いつまた俺行ったらいいんだ。だから今度親父にロンドン行くじゃないですか。だからね、北海道のやっぱ酒、フード、イベントをね、ちょっとメルボルンでもやりたいとか、いいね。よくその日本のデパートとかでも、北海道物産展とかあるじゃないですか。あるある。あれをね、なんとかね、オーストラリアでちょっとやりたいなと思ってるんですよ。楽しそうだ。ニセコみたいな。ニセコ。僕うちの道産酒は蒲田ね、雪まつりのシーズンだとか、一番多かったのはオーストラリアの人たちだからね。あ、そうなの。ほんと毎日のように来てたから、もうみんな「ウェーツグッダイ!」みたいな。いやーいいなー、楽しそうな。一番多かったです。でニセコのお酒って「おお!」っつって飲んだよっつって、やっぱりこう知名度も高いよね。そうですね、やっぱりニセコっていうね、ブランドになってますんで、ね、ニセコの街自体がね。そうですね、もうぜひね、もうオーストラリアに黒川さん経由でさ、入るといいよね。いいね。いやちょっと私さ、何でもやるから連れてって。ちょっと待って、アキちゃん何でもやるっていうのはまず優先順位からすると、まず飲むから入るやん。オーストラリアの方たちと、もうとにかく言葉通じないけど大丈夫だって言って飲むから。飲む。2番目飲む。飲む。3番目も飲む。いやワクワクすることってさ、持ってるのいいね。やっ
ぱこういうね人材というかこういう人が、うん、こう北海道愛に溢れた人がいることが大事だと思うんだ、うん、でまた不思議なもんで神様もなんとなくアンレンジしてくれるっていうかね、うん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 、もうすごい嬉しいなって思うよそういうのって本当だよねだってこの出会いなかったら、うん、こんなにも早くオーストラリアでそのね倒産支部花開いてないかもしれない、うんうん、そうですね、うんまあ、これからもこういろいろと、出せる蔵とかね、うん交渉しながらも、あれなんですよまず北海道のお酒が北海道に供給するってことはまず第一ですよ、うん、で、その次に、本州にっていうのも大事です、うん、でも、ゴってさ、うん、イゴってポツンって打つじゃないですか、うん、スタートポンって、はい、このイゴの番になんでここに行って打つのっていうその行ってっていうのも僕は大事かなと思うんだよね、うんうん、美味しいものとかさ、うん、こうやっぱ親とかあの友達とか食べさせたい飲ませたいと思うのと一緒で、うんうん、みんなでね、うん、なんかこ う, う、ね、ワクワクしたよねしてなんつうんだろう盛り上がるそういうのが日本だけじゃなくて海外のいろんなところでポッて盛り上がる、うんうん、すごい僕は嬉しいねいやもう全然もうそれが見えるじゃないですか、うん、黒川さんから見えますよ見えますして連れてけって言うんですよ毎回ねどっかかっこいい人ね連れてけ連れてけって言うんだけど何でもやるってうん、あそうだねもう一人ぐらいちょっと産んでもらってそうだそうだちょっと福利の構成の方であれしてもらって大体今3人今3人だね今3人ですね僕子供たちの旅費のためにえっと4人5人産んで、うん、秋ちゃんのために7人産んだら僕がまたいけると思ういや100人に聞きましたのねあのいや向かいすぎて分かんねえか例えハワイ行ける人じゃねえ今あ5、6人は頑張ってもらったら面白いなぁ。なんか、お開きましたよ、大吟醸。やっと。ほっと。よし、じゃあちょっと。蓋閉まってますよ、それ。すごいことしてますけど。いやどうですか結構飲まれますけど、黒川さん、はい。お酒の失敗談とかあります失敗談ですか、うん、失敗談は、うん、あの、オーストラリアに行ってからは、うん、ないですね。ないないんですよ、なぜかというと、自分で言うのもあるんですけど僕ちょっと強い方なんで、はい、みんな僕より先に潰れるんですよあ、わかるだって介護の方に回っちゃうんですよなるほど、はい、本当連日飲んだけど、うん、僕ら二人とも全く買わなかったそうですね、そうじゃないですかあじゃあ酔いが一緒なんだ二人はまあとことんいけますよ、はいまあ、だからそうですね、うん、日本にいた時に今でも忘れられないのが、うん、東京でねあのなんかあの集まりがあって、うん、15人ぐらいいたかな、うん、飲んでたんですよ、うんで居酒屋で1軒目飲んでて、お店終わって、うん、で僕幹事やったんですよ、うん、でも幹事やったんですけど結構酔ってて金計算しなきゃいけない金計算も全部終わったんですよ全部はっきり覚えてて、うん、で外に出たんですよ、うん、みんなを出して、うん、で2軒目どこ行くってなった時に、うん、僕傘忘れたんですよ、うん、傘お店に「えちょっとごめん取りに行くわ」って言ってて、うん、お店にガーッと駆け、うん、走って行って、うん、もうお店が閉まってたんですよ、うんうんでまた外に出た時に、うん、傘も取れずに、うん、諦めて、うん、外出た時に、うん、雨が降ってたんですよ、うんうん、まあ濡れるしかない、はい、で、うん、やっぱり雨降ってると、うん、濡れるじゃないですか、うん、で自動ドア、うん、自動ドアが開いて、うん、走った時に、うん、ステーンって転んだんですよ、はいはい、そしたら僕ね、うん、なぜか知らないけど頭から行ったんですよねうわりゃまさかのまさかのでも頭から言ったんですけど、うん、この鼻の下の、うん、ここの人中で、ね、一番伸びるとこだね一番伸びるところ美人見ると伸びるところで、はい、なんて説明でございます、うん、ここだけ、はいうん、血だらけなんですよ普通鼻下ってさそこの脇から出てくるけど、はい、切り取りじゃないね、頭から行ったんで、うん、おでことか、うん、鼻の先とか、うん、傷つくじゃないですか、うん、でも無傷なんですよ、うん、なぜかここの鼻の下だけ切れてるんですよ女も水に切れてるそれでステーンって転んで、うん、ちょうどね転んだ瞬間に、うん、隣にね、うん、すごい綺麗な女性がいたんですよ、うん、大丈夫ですかって言ってくれて、ねうん、僕立ち上がった瞬間すごい綺麗な人だなと思って僕全然大丈夫ですって言ってして痛い、はい、実はもう血だらけだったんだペーみたいになってるでしょだってチャップリンみたいな黒いヒゲのチャップリンじゃなくて真っ赤かな真っ赤かなんですよいや危ないでその後にこうもう血だらけなんで、うん、ティッシュで押さえながら地下鉄乗って、うん
でもダラダラなんですよ。ダラダラ血が出てきて、でも地下鉄なんでどこにも行けないんで、それを我慢しながら、あの家に帰ったら、もう歩きながらなんで、血が全部口の中に入るんだ。もう歯入ってるんでね。鉄臭いなっすね。鉄臭いなと思いながら。家族の反応は？家の中に入ったらもうみんな寝てて、で僕家の中入った瞬間に、お父さん何興奮してるのっつって。でうちの嫁が、どうしたのって来て。でいやなんか転んで血だらけなんだよね、ちょっと見てみてって言ったら本当に血だらけなんだよ。そしてうちの嫁があの、誰かに殴られたのかと、喧嘩したかと思った。でそれからもう絆創膏貼って、1週間ぐらい、いやあんちゃん坊主みたいになっちゃったじゃないですか、絆創膏のせいで。横に貼る絆創膏って間抜けだよね。そうなんですよ、あの本当に 真横に貼るんで、前本当にチャップリンみたいな。それで仕事行けないじゃないですか、マスクして、本当にね1時間おきぐらいにトイレ行って絆創膏変えて、いやそれがねもう本当一番の一番、もう過去に本当一番の失敗なんですね。酒が強いっていうのはね、いろんな意味でこうなんかこうやらかすとか記憶なくすとかね、そういうのはちょっとあるかもしれないけど、うちらに関してはそういうこう外科的なことついて回るね。いや楽しい、はい、さあお酒まだまだ飲みましょうね、はいはい、エゾマリアージュ。イオン春の大感謝祭、今日24日から28日まで開催。婦人、紳士、子供の衣料品、暮らしに役立つアイテムが厳選特価で。またファイターズ開幕応援キャンペーンも実施しております。お近くのイオンスーパーセンターのお店へ。お送りしてまいりました、親瓶秋のエゾマリアージュ。ここで恒例のプレゼントです。はい、番組宛にメッセージをいただいた方の中から毎週抽選で1名様にですね、2000円をチャージしたイオンギフトカードをプレゼントしています。はい、メールには番組の感想何でも OK です。 ezomari@hbc.co.jp ezomari@hbc.co.jp までお送りください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。当たった方はですね、ぜひイオン各店で売ってます。国丸の大吟醸ですね、はい、2000円じゃちょっと足りないですね。今日のお酒でした ね足りないですけれども、ぜひジャカスカ買って飲んでいただきたいと思います、はい、はい。さあ2週にわたってオーストラリアで日本酒の良さを紹介している酒メイト代表、東京フードメルボルン支店日本酒担当部長のですね、黒川明人さん私も結構してた。来てるね。大吟醸パワーだ。大吟醸パワーだ。黒川明人さんをお迎えしましたが、はい、黒川さん、はい、どうでしたか。いや最高でした。やったー。やったー。最高でしたね。なんか親便、あのエゾマリインオーストラリアやりたいっすね。いいんじゃないですか。ね。いいんじゃないですか。お。本当か。神ちゃんも一緒にさ、やめといた方がいい。そうできるような大きな番組になるべく頑張ろうと。はい、ね、はい、さあそして、はい、そうイベントがねあるんです。4月の2日ですね、東京ドームホテル札幌で開かれます、道産酒の夕べ友情の会ボリューム2です、はい、うん、チケット、まだあります。はい、ぜひね、ぜひ道産酒がっぱり飲みます、うん、幻のですね北の勝の搾りたてとか、うわあるの出しますね。これすごいですよ。実はね隠しててやつ持ってきますよ。え、出すの？出します、出します。本当？出す出す。4文字4文字もあるよ。うわ出す出す。分かる人には分かる。さあそんな道産酒の夕べ4月2日でございます、はい、ローソンチケット、ローソン各店 L コード12182、ぜひみんなで飲んでやいやい楽しみましょうね。ということで、はい、今週もお送りしてまいりました親瓶秋のエゾマリアージュ。お相手は親瓶こと鎌田隆史と、秋瓶こと小橋明と、酒メイト代表の黒川明人でした。さようなら。親瓶秋のエゾマリアージュ、この番組はイオン北海道の提供でお送りしました。